サワーマッシュウイスキーのソンサワーマッシュは、上流製造産業におけるウイスキー製造プロセスの名称である。サワード・オブレッドの製造過程に類似しているので、この名で呼ばれる。このプロセスは、スコットランド人科学者であるジェームズ・シークロウが、ケンタッキー州、ウッドフォード郡の、オールド・オスカー・ペッパー上流製造所で働いていた、時、開発したものである。 しばしば間違って考えられているが、サワーマッシュはウイスキーの風味の一種ではない。ウイスキーがサワーマッシュ家庭にあるとき、古いまたは参拝したマッシュンの一部が新しいマッシュに加えられる。マッシュ家庭は実質的なウイスキーの製造原料であるグレインをクガと共に湯に混ぜ、透過させるプロセスである。通常、複数種類の穀物のグレインを細かく砕いたものを、 湯に混合して、ドロドロの液状物質を作る。上流酒製造業やビール製造業で、マッシュと呼ぶのは、この液状物質のことである。バーボンの場合は、原料グレインとしてコーン、つまりトウモロコシを、主として使い、各種の黒粒とともに湯に混ぜて、マッシュを作る。これに対し、ライ麦を主要な原料グレインとしたものが、ライウイスキーである。コーンを原料グレインとして使う場合も、 マッシュにおいて80%以上がコーンのものはバーボンとは呼ばずコーンウイスキーアンと呼ぶ。サワーマッシュプロセスはリカーの品質を改善し一貫性ある安定したものにするため行われ、これによって全てのボトルの味わいが可能な限りに同じものへと近づく。サワーマッシュを使うことで導入される酸はウイスキーを変質させる可能性を持つ細菌の繁殖をコントロールする。 サワーマッシュはバーボンウイスキーやテネシーウイスキーアンにおいては一般的である。サワーマッシュウイスキーのよく知られた例はジャック・ダニエルズンやジム・ビームである。ジャガイモをすりつぶしたものをマッシュポテトと日本語で言うが、これは英語のマッシュドポテトアンから来ており、ウイスキーやビールなどの酒造業における上のマッシュと同じ起源の言葉である。ありがとうございます。